はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。お元気でしょうか？最近一番愚痴やってないですね。一時期なんか必ずね、自分がやりたいものの一番愚痴があったら2回ぐらいはやっていたなーっていうような感じでやってたんですけど、最近本当にその一番愚痴の熱が下がったのか、あんまりしなくなりましたね。まあね、基本的に同じものばかりだなっていう印象がすごく多くて、なかなか、なんだろう、急にねっていうか、まあローソンだったり、セブンだったりで、たまたまね、そこに行って、一番くじがあって、自分がやりたいものかっていうと、っていうのがあるんですよね。別にね、ディスっているわけではないんだけど、なんか、第三者の目っていうかさ、そういう感じになったので、別にやんなくてもいいかなっていうのもあるし、あと、まあ、まだ当たんないよねっていうのが ちょっとあったりとかしてて、A 賞とかね、B 賞、C 賞のそのフィギュアは当たんないよねっていう感じで思っていたりとかするんで、なかなか手が出せないし、まあ、そもそもお値段が高い。一回の、やる金額っていうのがもう600円とか700円ぐらいでしょ？っていうのがあったりとかしてて、なかなか、5回連続でやるとかね、そういうのがないんですよ。まあ、そのね、自分が働いてて、それをやれるだけのね、お小遣いっていうか、やってれば、5回連続とかできるんだけど、なかなかなんだよね。700円、800円やってさ、その C 賞、D 賞のさ、その小皿とか、ね、そういうものしか取れないっていうのも、なんだかなとか思っちゃってしてて、まあ、下手すりゃね、そのメルカリとかね、そういうので売ってたりとかするもんね。そのフィギュアとかそういうのも。本当はいけないんだろうけど、まあ、自分が手取って、その A 賞 B 賞も自分で取って、まあ出すっていうんだったらいいけど、横流しやないけどさ、そういう感じでね、取ったのを売るっていうのはどうなのかなって思っちゃったりとかしております。どうなんだろうね。まあ意外にそういう、まあ外れだろうと思って一回やって当てたらっていうかね、やった方が意外に A 賞、B 賞とかね、そういうのが当たる確率はあるよね。意外にそう当てるぞっていうふうに意気込んだら、ね、当たんないっていう場合もあるし。っていう感じですかね。皆さんやってますか？もしによろしければ、ご意見いただけたらと思います。以上です。それでは皆さん、さようなら。